島津忠重10月20日から1968年4月9日は日本の海軍軍人貴族院議員。島津氏第30代当主。島津忠義の4男であるが兄たちの創生によりその着難となる。海軍少将制に君一等公爵信号は島津忠重命。陽名は秀丸。姉は国飛行七過去で。 公順公号のおじにあたり、秋人上皇の大おじにあたる。千岩和園で生まれ、幼少時代を過ごし、島津家庭人上小学校に通う。1898年2月11日、父忠義の死去により、家督を相続し、公爵を授けられる。ほどなく、鹿児島より上京し、学習院に編入学する。また、英国人女性家庭教師、エセルハワードに、 ただみつら4人の弟と共に教育を受ける。1901年6月2日、東京芝草でが先公爵始末邸において、増書1位、島津成明交際典を主催する。1901年7月、全国第7番目の高等学校の鹿児島誘致を支援し、増士官の看護を受け継いだ、第7高等学校増士官が開学。1904年、 海軍兵学校に入学する。忠重は海に憧れがあったため、自らの希望で海軍に入ったことを随筆に書き残している。1907年、海軍兵学校を卒業。後輩に、同族の越前島津市29代、島津忍がいた。忠重は当時所属した第一艦隊軍艦カトリから、忍に、江田島海軍兵学校入学祝いの手紙を送っている。 翌年少尉に、任官、1910年大位に昇進。大正7年、海軍大学高校主学生18期として卒業。1919年少佐に昇進。1911年10月19日、満25歳に達式族院公爵議員に就任。1923年の関東大震災の際には、同年8月30日に勝手に、 白金山校長に帰宅した母、須ま子を袖先邸に避難させ、長田町一丁目の家で一緒に睡眠をとった。1924年、歴代の祖先が残した物心両面にわたる遺産を、後世に広く伝えたいと、博物館、昭古修正館を修正館跡地に開館。1927年6月、先祖、島津忠久の700年祭にあたって、 テルクニ神社に島付伝来の美禅国闘校、国宗を奉納。1921年より2年間イギリスに私費留学をする。1924年中佐、1929年大佐、1935年海軍少将と昇進を重ねる。ただし、同年予備役となる。この間、1923年に海軍軍令部参謀。 海外教官兼任、昭和3年に中英日本大使館付部官などを命じられている。海軍軍人以外には、貴族院議員、家族会館長も務めた経歴がある。1927年に発生した昭和金融恐慌により15銀行が破産すると、島付はその煽りで大損害を喰らった。その後も、先祖伝来の家法を昭和三年と四年の二回にわたって、 東京美術クラブで売り立てに出すなど、経済的に苦強に陥った。1946年5月9日、貴族院議員を辞職。同年9月、公職追放。1947年、家族制度廃止。同年5月15日午前10時、正しげ一家家族204名は、昭和天皇から皇居、表参の間に非公式に招集を受けて、家族制度は終了した。 各自はこれからも祖先の名を恥ずかしめないよう努力してほしいという趣旨のお言葉を賜ったという。戦後の正しげは様々なスキャンダルに巻き込まれ、マスコミの攻撃にあったり、財産管理会社であった、島津工業が倒産の危機に瀕するなど多くの困難に遭遇したが、周囲の支援もあり、国境を乗り越え、他の旧家族のような没落は免れることができた。 ちなみに1957年に島付文書を東京大学資料編纂所書に売却した島津明康氏とは正しげの別名である。晩年には、要青年期の頃を改装した随筆を多数上司した。これらは明治時代の大名家族の生活ぶりを忍ぶ貴重な資料となっている。1968年皇居81歳没。 すべて緑色に見えますといった発言者を洗ったり、赤と緑が見分けにくいことから二型三四規格だと思われる。老朽化した袖が先手を英国風洋館に改築することを計画し、1906年にジョサイやコンドルに設計を依頼した。設計変更、明治天皇の宝魚等もあって竣工したのは1915年。設備や調度等が整えられ、1917年に、 披露された。その後、戦争のため維持できなくなり、1944年に日本銀行へ売却。周囲は大半が戦火消失したにもかかわらず、屋敷は消失を免れる。1946年1月から1954年5月まで GHQ の管理下に置かれ、1961年、聖戦女子大学本館となる。周囲一帯を、 始末山という。乱の育種家としても有名で、多くの後輩種をサンダーズリストへ登録しており、代表的なものに、カトレア白雪やレンドロビウムの、インド洋などの名家の名が挙げられる。戦前は、帝国アイラン会最後の会長で、2度、英国へ大使館付き部官として赴任した際は、英国王立園芸協会の霊会へも、会員として出席している。 1944年には、忠しげを初代会長とする社団、法人園芸文化協会が設立されている。また、戦後には、忠しげを会長として全日本団協会が発足している。島津賞は、最も優れた出品芸に授与されるアホス最高の賞である。一方、朝日ガラス創業者、岩崎俊也とのランを通じての交流も有名である。岩崎は、 あるバンダ後輩種を作出したが、サンダーズリスト登録前に亡くなった。だしげは岩崎を忍んでこの後輩種名を、メモリアティー岩崎と命名し、サンダーズリストへ登録したというエピソードがある。また、だしげの4男である、柳沢人志徳は、大学で、朝顔の品種改良に取り組み、二日崎朝顔や、匂い朝顔の研究に力を注いだという。 1865から1931、1895年、ドイツ皇太子及びその定前の英語の家庭教師であった。ちなみに、彼女の将兵に尽力したのが、松方正義を代表とする薩摩藩閥の元君たちである。目的は、島津久光、忠義親子が固執した九州を、島津家から一掃し、欧米風の貴族として、 島津家の指定を養育することであった。15銀行の頭取、松方岩尾が旧薩摩藩の縁者であったため、損失補填の連帯責任を取り袖が先手の大半を売りに出したという、外務省勤務、スペイン、カナダ大使、迎賓館長、岐阜の家庭教師であったエセル・ハワードの書いた、明治日本兼文録を翻訳した、参考文献参照、 ありがとうございます。